市を取り上げていただきたいと思います。笹山市のキャッチフレーズを皆さんご存知ですか？笹山の時代を作る。これがね、笹山のキャッチフレーズです。に会えて全然みんな変わらず仲良くしてくれたので、これからもずっと友達でいたいと思います。ラジオの方であの MC 的な DJ やろうかなと思ってるんで、はい、頑張りたい。今頑張ってはり、今ちょっと大阪芸術大学で放送関係のことを学んでるんで頑張りたいと思います。ありがとうございます。私は看護師になります。はい、今看護学校に通ってます。あ、20年間育ててもらってありがとうございます。これからいっぱい親孝行します。はい。みんな大人になってて、特に中学校の頃を懐かしく思い出して出させてもらいました。この学年が僕の教師になって3年生を持たせてもらって出させたのが初めての子たちなので、すごくあの面影はあるんだけれども、うん、当時と比べればやはり頼もしくなったなって、そんな感じが懐かしく合わせて思いました。高校とか家出て、まあ、いろいろサポートしてもらってたんで、やっぱりそれがあったから今あると思うんで、ありがとうって言いたいです。二十歳ってもっと大人なんかなと思ってたんですけど、実際そんなことはなくて、まだまだちょっと人の助けもらわんと全然一人じゃ生きていけへんなって思います。やっぱり将来夢とかは、今大学でちょっと勉強させてもらってるんですけど、ウェディングプランナーになりたくて、はい、頑張ってます。今ね、世の中いろいろ大変で、またまだ学生の子もいるけれども、やっぱ社会に出た時にあの辛い思いをした時にこうなんかたくましくくじけないで、あのいろんな人の助け借りながらも頑張っていける人になっていってほしいなと思います。やっぱり自分の思うことを一生懸命目指すような大人になってくれたなと思います。まあ、いろいろ責任とかがついてくるので、思わぬところで挫折も味わうかと思うんですが、やっぱりそれ乗り越えてこそ の, あの成人だと思うので頑張ってくれたらなと思っています。